John the Baptist, who was executed, was a replacement for Jesus Christ. I, Hiroshi Hayashi, claim here again that John the Baptist, who was killed, and he was a replacement of Jesus Christ himself. Here is its proof and evidence. In one of the paintings at Cappella Sistina, which way do you think are these two women walking to, from the left to the right, or from the right to the left? Andy-san, one of my YouTube subscribers, claims that they are walking from the left side to the right side with the head, which is more natural to reckon. Yes, they are walking from the left side to the right side. Therefore, the head on a plate belongs to the body of the man on your left side. The man on your right side, who is lying on a bed, has got a head, the nostrils of which you can see beyond his body. John the Baptist was tortured in a battle before he was executed, being cut off his head. Here is its proof and evidence. ヨハネは当時の領主ヘロディ・アンティパスの結婚を非難したため捕らえられ、首をはねられて処刑されたと言われています。その後ヘロディ・アンティパスの家令、つまり執事の妻が首を埋葬したとも言われています。さらにキリスト教伝承では首は後に再び発見されコンスタンチノポリスにもたらされたと言われていますが、本当にそうでしょうか。私林浩司はこの話そのものが本当かどうか疑っています。私は殺されたバプティストのヨハネは牢獄で壺に詰められるという拷問を受け、繰り返します、牢獄で壺に詰められるという拷問を受け、その後首を切られて殺されたと考えています。この動画はその証拠と証明ということになりますが、おそらくこうした事実を知らないまま二人の画家ミケランジェロ・バノルティは1480年に、またパブロ・ピカソは1937年にそれぞれ2枚の絵を描き残しました。ミケランジェロがシスティーナ礼拝堂に描いた絵とピカソがゲルニカと題して描いた絵です。これら2枚の絵の構図は全く同じです。なぜでしょうか。つまりこれら2枚の絵を通して、もっとわかりやすく言えば2人の画家を通して1500年後のイエス、そして1900年後のイエスは私たち未来の人間に次のようなメッセージを残しました。私イエスは今も昔も人間の皆さんを温かく見守っていますよと。でないというのなら、これら二人の画家たちがなぜ同じ構図の絵を描いたのか、また描くことができたのか、今一度冷静に考えてみてください。繰り返しますが、ミケランジェロ自身もまたピカソ自身もこれらの絵が何であるか知らないまま、こうした絵を描き残したものと私林浩司は考えています。なぜならシスティーナ礼拝堂のその絵の謎を解いたのも、またピカソのゲルニカの絵の謎を解いたのも2012年以後の私林浩司だからです。ミケランジェロにしてもピカソにしても知る由もなかったのです。繰り返しますが、こうした事実を発見したのは私林浩司だからです。ピカソにしてみればゲルニカの中にシスティーナ礼拝堂の天井画にバプティストのヨハネが描かれていることなど全く知る由もなかったのですが、同じ構図の絵が描いてあった。わかりますか。同じ構図の絵です。つまりこれらの絵を描いたのはミケランジェロでもまたピカソでもないからです。つまりこれらの絵を描いたのは、その上でこれら二人の画家を指導していたイエス自身だったからです。言い換えると1500年代の昔も
現代の今も神イエスはこの世界にいて、今の今も私たち人間を温かく見守っているということになります。2枚の絵はまさにその証拠と証明ということになります。広志林、浜松シティ、ジャパン。ではもう一度最初から説明します。パブロ・ピカソが1937年に描いた絵です。ゲルニカと呼ばれています。この絵の右端の人物に注意してください。そしてそれと同じ構図の絵をミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画の中に描いています。左の人物がその人物です。二人の女性らしき人物が人間の生首を頭の上に乗せて運んでいます。で、この二人の人物はどちらに向かって歩いているかということですけども、向かって左から右に向かっているのが分かります。反対ではありえません。反対だと生首を頭に乗せて歩いている人物は後ずさりして歩いていることになります。これは大変不自然な姿勢です。となるとこの生首は向かって左側の人物の生首ということになりますが、皆さんはこうお思いになると思います。向かって左側の人物には首があるではないかと。しかしこれは首、つまり頭ではありません。その証拠に向かって右側、ベッドの上に横たわっている人物に注意してください。この黄色い丸で囲った部分ですけども、この人物には頭があります。頭があって鼻の先が描かれているのが分かります。鼻の先とそして鼻の穴が描かれているのが分かります。これは修復前の絵ということになりますが、修復後の絵ではこの鼻の穴が大変分かりにくくなっていますから注意してください。つまりここに描かれているのは鼻の穴、つまりこの人物には頭があるということになります。一方、向かって左側の人物には頭があるように見えますが、これは頭ではありません。穴です。丸い穴です。その向こうに人間の指が描かれています。その証明は別のところでしましたが、ともかくもここに描かれているのは穴となります。そしてパブロ・ピカソの方ではそれが窓として描かれています。一見すると頭のように見えますが、頭ではありません。丸い穴です。注意深く判断してください。そして同じ構図の絵をですね、ピカソも描いているということです。二人の人物は同じように壺の中に閉じ込められているように見えます。つまりこのような刑を受けていたということになります。そして同じような刑がですね、中国でもなされていました。が、こうした事実を発見したのは2012年以後の私、林博史です。ミケランジェロもまたパブロ・ピカソも知る由もなかった事実ということになります。繰り返しますが、ピカソにしてみればゲルニカの中にシスティーナ礼拝堂の天井画にバプティストのヨハネが描かれていることなど全く知る由もなかったのですが、同じ構図の絵が描いてあった。わかりますか？同じ構図の絵です。つまりこれらの絵を描いたのはミケランジェロでもピカソでもないからです。つまりこれらの絵を描いたのはその上でこれら二人の画家を指導していたイエス自身だったということになります。言い換えると1500年代の昔も現在の今も神イエスはこの世界にいて、今の今も私たち人間を温かく見守っているということになります。2枚の絵はまさにその証拠と証明ということになります。
On Herod's birthday, the daughter of Herodias danced for Herod and his guest, and she pleased him. So he promised with an oath to give her anything she wanted. Herodias told her daughter what to ask for, so she said to Herod, Give me the head of John the Baptist here on a platter. Pablo Picasso painted his mural Guernica, John the Baptist. ヘロデの誕生日の祝いに、ヘロデアの娘がその席上で舞を舞い、ヘロデを喜ばせたので、彼女の願うものは何でも与えようと彼は誓って約束までした。すると彼女は母にそそのかされて、バプテスマのヨハネの首を盆に乗せてここに持ってきていただきとうございますと言った。そのバプテスマのヨハネをあのミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画の中に描いていました。そしてそのバプテスマのヨハネは替え玉でした。その証明を続く動画の中でします。広林浜松シティジャパン。Which way are they walking to, from the left to the right, or from the right to the left? Andy-san, one of my YouTube subscribers, claims that they are walking from the left to the right with a head on the top, which is more natural to think. Therefore, the headBelong to the body of the man on the left side. アンディさんという方から2017年2月1日こんなメールが届いています。林先生、私も絵の首は左側の人物のものだと思います。一つは進行方向に誰かいるかもしれないと用心するので、それを隠すように布を持った女性が様子を見ながら歩いている。突然後ろから人は来ません。また普通は後ろを気にしません。二つ目は重いもの、つまり首を持った人がわざわざ進行方向に向かって後ろ向きで歩かない。三つ目は足の角度、二人とも左方向に向かっているとしたら足の重心がおかしい。右に向かって歩いていると見るのが自然。ですから、この二人は左から歩いてきたイコール左側の人物の首ということになると思います。アンリさん、まさにビンゴです。ありがとうございました。ここが今日の重要なポイントですから、もう一度説明します。右のシスティーナ礼拝堂のこの絵に注意してください。二人の人物が生首を運んでいます。が、実際運んでいるのは向かって左側の黄色い衣服を着た人物です。頭の上に生首を乗せています。で、この黄色い衣服を着た人物はですね、左から右に歩いているのがわかります。右から左ではありません。右から左だと後ろ向きに歩いていることになります。重い頭の上に乗せてですね、生首を頭の上に乗せて、いわゆる後ろ向きに歩く人はいません。つまり、この人はですね、左から右に向かって歩いている。イコール上の生首は、この生首は向かって左側の人物の生首ということがわかります。ビンゴです。つまり、この生首は一般に言われているように、向かって右側にいる人物の生首ではありません。つまり、1500年後のイエス・キリストは、このような形で、いわゆる、まあ、処刑されたヨハネはですね、替え玉であったということを示しているということになります。どうも、アンリーさん、
ありがとうございました。続いて、この生首の謎についての動画をもう一度皆さんにご覧いただきたくつなげておきますので、よろしくご覧ください。では、失礼します。バイ。Sean spoke with Harold on several occasions and condemned his marriage to his half-brother's wife. This condemnation will be his downfall, as King Harold promised to grant a wish to his daughter. In revenge for John Baptist's condemnation of her mother's scandalous marriage to Harold,She asked for John's head. King Herod reluctantly obliged. John the Baptist died sometime between 33 and 36 A.D. John the Baptist, who was executed, was a proxy.Here is its evidence and proof. 処刑されたバプティスト・ヨハネは替え玉でした。その証拠と証明。広志林、浜松シティ、ジャパン。繰り返します。処刑されたヨハネは替え玉でした。その証拠がバチカンのカペラ・システィーナに残っていました。これがミケランジェロが描いたとされるカペラ・システィーナの天井画です。その一角にこのような絵があります。バプティスト・ヨハネについて簡単に説明しておきます。ヨハネは当時の領主ヘロディ・アンティパスの結婚を非難したため捕らえられ首をはねられ処刑された。ヘロディ・アンティパスの家齢の妻が首を埋葬した。キリスト教伝承では首は後に再び発見されコンスタンチノポリスにもたらされたとされる。その時の様子を表現したのがこの天井画と言われています。向かって右側、ベッドの上に横たわっているのがヨハネの死体と言われています。そして二人の人物が中央で運んでいるのがヨハネの首と一般には説明されています。が、この首は向かって右側の人物の首ではありません。向かって左側の人物の首、つまり替え玉の首ということになります。その事実をこの動画の中で説明します。まず、この絵に注目してください。この首に注目してください。が、この首は向かって左側の人物の首です。というと、皆さんは向かって左側の人物には首があるではないかと思われるかもしれません。しかし、これは首ではありません。注意深くご覧ください。この上の人物の生首は、向かって右側の人物の首なのでしょうか？それとも向かって左側の人物の首なのでしょうか？向かって左側の人物のこの頭と思われる部分に注意してください。注意深くご覧ください。耳のようなものが表現されています。ですから、一見すると、この人物には頭があるように見えます。が、これは耳ではありません。もう一度、この生首を見てください。そして、右下の人物の体を見てください。そして、向かって左側の人物です。首のところに注意してください。首が異様に細いのがわかります。
これは穴です。穴開きドルメンを中から内側から見た時の様子を表したものです。この黄色い丸は、つまり穴開きドルメンの内側から見た穴ということになります。注意深くご覧ください。右が穴開きドルメンをですね、内側から見た写真です。首が異様に細い点に注意してください。つまり、これは、まあ、騙し絵、隠し絵ということになります。by 林博士発見です。注意深くご覧ください。黄色い丸で囲んだところは、穴開きドルメンの穴。そしてこれは何かと言いますと、指なんですね。穴の向こうに見える指ということになります。右は私の指でした。で、この穴を塞いでみますと、左の人物には首がないことが、頭がないことがわかります。つまり、二重の中央の人物が運んでいる生首は、向かって左側の人物の生首ということになります。では、なぜこんなところに穴開きドルメンがあるかということですね。なぜ穴開きドルメンかということになります。左のこの頭のように見える丸い部分は穴開きドルメンを穴開きドルメンの内側から見た様子ということになります。つまり穴だということです。穴だということです。ここに注意してください。ではなぜこんなところに穴開きドルメンの穴が描かれているかということです。それはですね、この絵をもう一度注意深くご覧いただくとわかります。この赤い枠で囲った下の部分を見てください。ここには穴開きドルメンが描かれています。右はベロキオとレオナルドの合作と言われているキリストの洗礼の中に描かれている穴開きドルメンです。全く同じです。元々の作者が同じですから同じに描かれていてもおかしくありません。ミケランジェロもレオナルドもベロッキオも1500年後のキリストの操り人形芸術家でした。ミケランジェロもベロッキオもレオナルドも1500年後の操り人形芸術家でした。1500年後のイエス・キリストの操り人形芸術家でした。ですから同じになっていたとしてもおかしくないわけです。比較してみてください。右の絵の中に描かれている穴開きドルメンと同じものが、ミケランジェロが描いたとされる天井画のシステーナ礼拝堂のこの絵の中に描かれています。ここに描かれているのは穴開きドルメンを外側から見た図ということになります。注意深く比較してください。ここが重要なポイントです。その上に先ほどの絵が描かれています。では、その穴開きドルメンは何であったかということですね。つまり、餌としての人間を閉じ込めておくためのドルメンであったということになります。硬化させだけでも3000個以上の穴開きドルメンが残っています。その証拠がベロッキオとダヴィンチの書いたと言われているキリストの洗礼の中に描かれています。この洗礼の絵の中に描かれている二人の子供に注意してください。この二人の子供は餌です。注意深くご覧ください。この子供たちの顔を見てください。目は腫れ上がり、膨れ上がり、鼻は、まあ、砕けですね。頬には傷があり。というように、虐待を受けた子供の顔が、この中に描かれています。右の方は修復後の、イエスの洗礼です。キリストの洗礼です。左は修復前の、キリストの洗礼の絵です。この子供たちの顔に注意してください。この右の絵は、修復前の絵です。目を見てください。目は腫れ上がり、鼻は潰れ、目の周りにはクマができています。虐待を受けています。左の子供もやはり目の周りにクマができています。虐待を受けた子供の絵です。注意深くご覧ください。つまり、このような形で、ベロッキオ、あるいはレオナルドという画家を通して、操り人形を通して、1500年後のイエスは、いわゆる穴開きドルメンというのは、餌としての人間を閉じ込めておくための檻であったということを示しました。この穴開きドルメンが、先ほどの絵の中に描かれているということですね。そして内側から見たその様子が描かれているということです。そしてその手前には首のない死体があるということになります。つまり二人の人物が運んでいる生首は実はこの左の人物の生首ということになります。
その証拠が同じ絵の中に残っています。もう一度、先ほどの絵を注意深くご覧ください。向かって右側の人物には、実は隠し絵、騙し絵という手法で、生首、首が生首ではありませんね。首がある、ことが示されています。右の人物には頭があります。繰り返します。中央の二人の人物が運んでいるこの生首は、向かって右側の人物の生首なのでしょうか？それとも向かって左側の人物の生首なのでしょうか？もう一度皆さん、しっかりとこの絵をご覧になってください。一般に言われている世間的な常識がいかに当てにならないものかということを、この絵を通して皆さんにも分かっていただけると思います。500年間、誰も疑わず、誰も気がつかず、そして放置されてきた事実を皆さんは今このような形でご覧いただいています。この中央の人物が運んでいる生首は、向かって左側の人物の生首です。その証拠が、向かって左側の人物の絵に描かれています。ベッドの上に横たわっている人物の絵に描かれています。これからその証拠をお見せいたします。注意深くご覧ください。向かって右側のベッドの上に横たわっている人物にはですね、頭があります。頭があります。注意深くご覧ください。いいですか、皆さん。ここが今日の結論ということになります。この人物のこの赤い部分に注意してください。この赤い部分に注意してください。この絵もですね、やはり天井画も修復されていて、現在は大変わかりにくくなっています。この赤い丸に注意してください。ひび割れと一体化しているために わかりにくくなっています。が、古いと言いますか、修復前の絵では、この部分が、この部分に鼻と鼻の穴が描かれています。修復後は、これは下のひび割れと一体化して分かりにくくなっています。古い方で判断してください。修復前の絵で判断してください。ここに鼻と鼻の穴が描かれています。まあ、この絵、天井画にはですね、無数のこうした騙し絵、隠し絵が仕込まれています。これもその中の一つということになります。皆さん注意深くご覧ください。ここに描かれているのは鼻と鼻の穴です。つまり向かって右側の人物には頭があったのです。つまり中央の人物二人が運んでいる生首は向かって左側の穴あきドルメンの内側に置かれた人物の頭ということになります。これが結論です。このような形で、この体の向こうには頭があるということになります。繰り返します。ここに描かれているのは鼻と鼻の穴です。いいですか皆さん。500年間私たちは学者たちに騙されてきたということになるんですよ。誰も気がつかなかったんですよ。その事実を今皆さんはこうしてご覧いただいています。これが事実です。つまり処刑されたヨハネは替え玉のヨハネであったという証拠を1500年後のイエス・キリストがこのような形でシスティーナ礼拝堂の天井画として残したのです。皆さん、これが事実です。もう一度確認してください。中央で運んでいるこの人物、二人の人物が運んでいるのは、向かって左側の人物、すなわち、替え玉の人物の生首ということになります。処刑されたのは、ヨハネ、バプティストのヨハネではなくて、替え玉の人物の生首、首ということに、ということになります。以上です。Bye for now.